重力エネルギーを使って落としてあげるってことは有効な話ですよね。これに少しエネルギーを加えてやれば、こう,いうことになるわけ。うん タスゴルフいつもご愛顧いただきましてありがとうございます。今日もゴルフサイエンスの世界をお届けしたいと思います。千葉バーディークラスバーさんの方ですね。撮影させていただきます。ありがとうございます。質問なんですけれども、はい、メンターとキネティックスフローでこの3ヶ月で飛距離が20ヤードから30ヤード伸び、方向性がかなり安定してきたという方からの、はい、<laughs> 目論見通り。九十切りも見えてきたので、はい、ゴルフ仲間からも羨ましのいの、ね、なんでこんな成長してんだみたいな眼差しを受けているらしいです。はい、最近アイアンの第一振り工事さんの練習を取り組んでるそうで。はい 第一コウジさんの時のテイクバックの指導もやはりクラブフェイスはシャットに上がっていった方がいいのかそしてシャローイングも発生するのでしょうかというた,たまにありますこのご質問、うん、第一振りコウジさんについての,のそうですねまはいじゃあお答えします まですね、第一振り子おじさんはなんで推奨してるかというと基本的にはスイングというのはこの二重振り子ですねグリップが先の第一振り子とそしてこの腕の第二振り子これは普通に仮に言葉として置いてるだけなんですけどもこのグリップのジョイントの部分が支点となるそして第二振り子の支点は頸椎または左肩の付け根ぐらいですねというふうに持っていただいてこのような二重振り子をしますとその時にですね効率的なスイングを目指すのであれば必ずこの第一振り子側 というのはできるだけ自由度を確保してそして正しいエネルギーすなわち引っ張るエネルギーを与えて生き続けてくださいっていうことですね。ということは極端な話をすればこのよう,な話です、ね、このように引っ張る引っ張るエネルギーを与えていけば安定したリンクが構成できます。 なので、第一振り子おじさんっていうのは、ゴルフはテイクバックがあるから難しいんですけれども、第一振り子おじさんについては、ここから始めていただくので、テイクバックは関係ないですね。ダウンに入ったところを想定して、ここから引っ張るエネルギーを与えていただく。そしてその時に、重心が管理されている状況ですね。ということは、重心が管理される状況ですね。から、小さな U の字で引っ張ってくれば、このように、クラブは勝手に円弧を描いて、ヘッドが 向かっていきますということなんですけどもこれはですね、この第一振り子の自由度を確保するという意味の、まあ、ドリルに近いアクションということになります。これはですね、実際はこの第一振り子の先、このグリップで引っ張る動力を与えていただいて、クラブが勝手に回転運動を全体で起こしていると。 いいうう状況になるわけでですすねねととここははの時実際の全体のテイクバックも含めたスイングということではないのでもちろんこの第一振り子の先というのはダウンに入るとそのように動いて 行くんですけども、第一振り子おじさん自体がですね、テイクバックの時にシャットになる必要はないです。これはダウンでの話なので、ダウンっていうのはスイング全体で言えばですね、テイクバックの時にシャットになるような動きで、これは重要な動きなんですけども、これはテイクバックの時の話ですね。そして、このエネルギー増幅されて、背中側に、これシャローと言いますけど、これは勝手にクラブがやってることですから、それを許してあげて、あとは引っ張っていくって。ここからの話ですね。 なので、第一振り工事さんのこのスタートっていうのはですね、この第一振り工事さんやるときにテイクバックする必要もないですし、ここからもうクラブはですね、スクエアか開いたいぐらいの状況から、 引っ張っ張てります今、たくさんが、シャローになるのを許してあげるって言ったと思うんですけど、これ実はすごいむずいんじゃないかなと思って。めっちゃむずいです。よね。多分、カットにアウトインに入る癖のある人って、このシャローイングになるのって許してあげるって言うけど、どうするのあ、これね、力に非常に難しい。要するに、ね、シャローに僕はなってるかってなってないわけですよ。あんまりなってないっていうのがちょっと左肩問題にも抱えてるので、なのでどうしても反応的に立って入ってきちゃうんですけど、ただそれはね、第一の問題ではなくて、第二の側の腕が落ちるか問題な なんだよね、ここから腕が落ちる間にクラブがテイクバックのこのシャローになるクラブが遅れてくるこのエネルギーって結局は繰り返しの時にはかなり大きくなってそれが増幅されて結局このようにこちらへの完成エネルギーに変わるわけですそれを許してやるってことなんだけどその時にほとんどの人が腕を落とせずに回転に向かっちゃうんですよだから首筋みたいなカットに入ってきちゃうんだねそうじゃなくてこの時に一瞬でも自然落下を許してあげて腕全体が こっていくことができればここのよようにシャローしてくるんですよこれはクラブエネルギーのエネルギーをそのまま流列を崩さずにこうやってシャローしていくと。その時に引っ張り続けていれば勝手にクラブっていうのはボールに向かって前に出ていくるっていうことなんですよね。なんでこれっていうのは実際のシャローするしないっていうのは確かに第二側が関わるとそういう話になってくるってこと。 仮にそれやるには、ゆっくり振るとこが有効なんですかね。そういう人もいる。ゆっくり振って、腕を下ろすっていうか、自然落下させる。重力って大きいでしょ。重力エネルギーを使って、このように。 落としてあげるってことは有効な話ですよね。うん、ほとんどの方が、こっから打つ気まんまになるんで、このまま、こう入ってきちゃうんで。力が入りすぎなんですかね。だから、どちらかというと、うん、伝統的なね、ドリルでね、うん、こういうドリルなんですよ。ここに担いで、うん、こっちへ引っ張ってこうやって。担いで、こっちへ引っ張っていくっていうのは、ガンマホースでしょガンマホースで引っ張って、そしてあとは腕は落ちるでしょ。でもね、ダフんないんだよ、これ。こうでしょ。ほら。これに少しエネルギーを加えてやれば、 こうなるわけ。うん、今何やってるかって、こう担いじゃうとね、はい、人はこうやっていけない担いじゃってこう,こうやって自然落下させるわけじゃん。これ落下が先じゃん。落下が先なんだけど、引っ張ってるからクラブは前に出てくるし、さらに体のバランスを取る感覚の中で、この、ね、体ってやっぱ動いてくるんだよね。ちゃんと回転する意識を持つと、引っ張って腕を落とすだけで、ボールは、 ラフラーズに打てちゃうっていう話になってくるんです。聖地にボールは打てないけど、自然の中の感覚を<う>得るため。に。これはあの結構伝統的なね、ええ、昭和のドリルなんですけど、これはこれすごく意味のある子なんですよ。これやってることっていうのは腕を落としてるだけでしょ。腕を落としてるプロセスっていうのが、今はちょっと担いでますけど、そうじゃなくて、このようにテイクバックをして、シャットになるエネルギーが増幅されて、シャローにクラブが入りたがってる時に許してあげれば、こうになる 許してあげるってことがなかなかできないし僕はフィジカル的に左肩の問題で今できないしみたいなこれはね結構難しいと思いますよね,すねそのドリルをちょっと試してみたいですね、うん、このドリルを試していただけばいいと思うしまたファアシングがね大覚醒したこっち側にインパクトバックをこうやってわざと落としてもらうってう<ー>これもす、ね、要するにかなり強制的な話なんですけど有効でしたねやっぱ腕を落とさないと基本的にはゴルフっていうのはできないのでそれをどうにかしてですね感覚つかんでいただくということは必要ですねありがとうございますテイクバックって というか手動、はい、の話が出たので、うん、ちょっと第一振り講師さんから離れるんですけど、はい、もう一つちょっと質問がありまして、はい、初動のベータフォースを意識してますが P2、はい、でクラブが地面と平行になる高さが腰のラインよりだいぶ上です。なるほど <laughs> これだから今腕がぐわ 高く上がるってことなんですかねこういう感じこれが重心発動してますかっていう質問ですプロはみんなもっと下で P2 を迎えるのでおかしいと思う。<laughs> 実際はですね腕の高さの問題でしょ <laughs> 要するに例えば僕が P2 にエネルギー出すとしたら こういうことになりますけど、うん、それに対しておそらく、この腰の高さよりも上に上がってしまいますということじゃないですか。うん、この時点では、必ずしも重心が外れてるとは言い切れない。けど、P2、うん、のこの僕の位置と質問者さんの位置では、その後も全然変わってきます。この僕の位置で行けばですね、ここから何が起こるかというと、入れたベータフォースのエネルギーは、ここから基本的にはガンマフォースに転換されて、勝手にクラブが割と縦にですね、スッ と上がっていくっててく完成エネルギーっていうのは右斜め上の方にこのように醸成されていくというようなことになるんですけどもこの質問者さんの形でテイクバックをするとですね僕もそういうテイクバックができますただこの時にやってるテイクバックっていうのはもちろんベータフォースを与えてはいますけれども同時にこちらを持ち上げるアルフ,ァフォースも課題に与えているとってことですね。 与えられてっていうことは、このアルファっていうのは基本的に持ち上げ動作なので、この持ち上げすぎてるっていう状況です、ね、<ー>なのでそうなってくると何が起こるかっていうと、この持ち上げていくプロセスの中でね、絶対にクラブっていうのはかなり遅れていくんですだから多分縦ここがか,かなり外れちゃってる状況になって、うん、そしてこういう状況になると何が起こるかというと、クラブを右後ろ後方にベクトルを作れないんですよ。うん、自分で 作んなきゃいけないということになっちゃうってことですね。なので、これ結構大きな違いなんですよ。すなわち、当然、僕のラインっていうことは、方向を変えると、こういうことでしょいうことは、この間に、これだけのアルファフォースという持ち上げるエネルギーも入ってるんですけど、これに対して、視聴者さんのお話だと、こういうラインに入っていくるので、そうすると、ここですから、かなり大きなアルファフォースが入ってくるんですね。大きなアルファフォースが入れば、入るほど、重力方向のローテーションは大きくなるということは、かなりこういう 逆ローテーションを受けるいうことですね。それをマッチアップしてここに来てるっていう状況なんですよね。ただそうするとですね、ここからはそもそもグリップエンドを引けなくなる。だから持ち上げ続けるってことになります。そうじゃなくて、ベータフォース主体でアルファそこそこってことになれば、こうなり、そしてこの時点からグリップエンドを床方向に押し下げる意識、すなわちこれがガンマフォースですね。ガンマフォース主体でクラブを回転運動で転換させることができるっていう。 こ,とですこれはねかなり大きい違いです。なので少しでもこのアルファが大きいという方はですね僕はあの目視でわかるんですけどそういう方にはまずこのアルファをできるだけ減衰してもらうっていうことをします。持ちろい言葉にということはそうです。だから僕はよくやってるのはアマチュアプレイヤーの方で多いのはこのグリップのところにこのようなラインをですね 置いてそしてここにタッチしないようにテイクバックしてもらうということですね<ー>少なくともこの辺まではそこにタッチしないように引いてもらうということをしていますそれでもってアルファフォースを抑制するっていうことですねそのようにしていただくとですねそのグリップというのは割と低い位置でコントロールされていくということになります大切なのはこれ以降ですねベータフォースがガンマに転換していくってことを許してあげるようなその体のバランスをとってもらうと いうことになりますけども。まあ、これはちょっと別のテーマになってしまうので、そうの理解していただけると思います。なちなみに、持ち上げると、ダウンスイングの時に、下ろしてくる自分の体の動きが必要になってきて、マッチアップになっちゃうから、そうん、やこしいってことですか。すあんまり再現性がないっていう。だから、持ち上げてしまう、こうくるとですね、もう、ガンマフォースは使えないので、基本的に、自分で持ち上げるっていう、こういう動きになるし、<ー>さらにその時には、当然、クラブヘッドって向こうに行かせなきゃいけないから、余計なトルクも発生させる。これが要するに、オーバースイングとか、 クロスの原因、またはリバースピボットの原因になるということですね。すこれも全部エネルギーの話ですね。面白いですね、これ。僕はこの質問いっぱい投げかけるのを、ちょっと初めて。<laughs> 小林からどんどんどん深めてもらってもらっています、ね。トップからグリップエンド方向に引っ張り下ろす時に、はい、背中側に回ってシャロー気味になったクラブを、左腕を少し外旋左腕を外旋ってこういうことですね。左手甲が正面を向く感じで真下に引っ張り下ろし、 さらに引っ張り続けるとクラブヘッドが前に出ていき前方にあるボールが勝手に打ち抜かれます表現が分かりにくいと思いますがこの感覚で正しいのでしょうかこれはですね <laughs> めっちゃいい質問でいくらでも深められる質問なんだけど実はねそれは正しいと言っていいと思います多分僕の今のご質問の理解が正しければですよただねこれはね難しいのはグリップによるんですよ例えばこのスクエアグリップで表現をすると今のご質問だとクラブがシャローイングしていった時に左 を旋させながらこの方がでですすねね球線に向くよう,にっていう動きです、ね、これはですね非常にナチュラルでいい動きめちゃめちゃいい動きめちゃめちゃいい動き実際見えるでしょ <laughs> ただこれをおそらくねこの質問者の方はそうした方がいい球が打てるっていう風に僕は読めるんですよってことは、うん、おそらくグリップはスクエアよりもちょっと若干ウィーク気味のような気がします、うん、要するに旋回不足これはウィークにされる方っていうのはちょっと深めにウィークぐらいになると 今度はこのダウンに入った時にやはりクラブっていうのは開いてトップをつくのでそこからダウンに入った時にスピネーションにさせなきゃいけないこれがこの方は左腕の外旋っておっしゃられてるのかもしれないですスピネーションっていうのこのガンマトルクですねスピネーションのこういう動きをご本人が意図的に入れると勝手にクラブが前に出てきていい球を打てますというふうにも捉えられるっていう、うん、僕は外旋意識したことないけど言ってることはすごい分かったんですけど、うん、小林くんは今はスクエアグリップでしょ 若干ストロング,グリップだったからですあです、ね、そうフックグリップの人っていうのは基本的にはスピネーションっていうのはあんまりさせないんですよ。だって元々から捕まるようなグリップ構成してるでしょ。ってことはここでダウンに入ってきた時にそのままこう行くわけじゃん。うん,う,んうん。それをスピネーションでこうしちゃったら左っちゃうわけでしょ。やばいです。 だから、そういうスピネーションの感覚ってあんまり実はなかった人が、クラブエネルギーでもってうまくしていくんだったら、一旦はスクエアグリップにして、やった方がいいよって僕は言って、スクエアグリップに変えてっていう流れの中で、小林君的にはそんなにスピネーションってあんまり意識なく来れたっていうか、逆にね、ウィーク気味の人っていうのは、まんまにスピネーション入れなきゃいけないの。 それがそういう表現になってるのかもしれない。それはちょっとわかんないんですけど、うん、相撲者さんのスイングを見てるわけじゃないので。うん、ただおっしゃられてることは多分正しい。今おっしゃられてるように、ストロンググリップの人が動いちゃったら、絶対引っ掛けになっちゃうんで、多分若干スクエアからウィーク気味のグリップの方が、うん、普通だったら例えばね、ちょっと極端にウィークにするね。ウィークにして、そしてトップを作ると、徹底的に開いてしまうわけですよ。例えば僕がスクエアグリップでトップを作ると、このような状況ですよね。うん、それに対して、ウィークでトップを作ると、 こうななるわけじゃないですか、うん、面が向こうに向いちゃうでしょそれダウンにるでしょでそうするとウィークでダウンに入って何もしないとこういうことあなるわけですよ。開いたもんめっちゃそう。だからこれをある意味僕はもともとスクエアグリップの人だからまっすぐなボールを打とうと思ったらこっからダウンに入った時に今まさにこの質問者さんがおっしゃられているようにこのスピネーションで ボールに向かわせていくというプロセスの中でこれはピュアなスピネーションだけれども質問者様はこの左腕を外旋させるようにそしてこの甲が気球性を向くようにっていうふうに表現されてるんだと思うんですねまさにそのようにするとウィークでオープンからちょっとわざと気味にやりましたけどこれでもってまっすぐな球を打ってるっていう状況ですよねこれは別に悪いことではないしそれは一つのグリップの中でのウィークグリップ ッッププののレーヤーのやっている効率的なマッチアップしかもこのガンマトルクのエネルギーによるマッチアップっていうのはダウンスイングでボーダーエネルギーがクラブ全体に変わった時にもコントロールできるほぼほぼ唯一のエネルギーなんですよそれで処理されてるっていうことなんで非常にいいんじゃないですかねめちゃめちゃ学びになりますね思ったのはなんかその日によってグリップがちょっとかぶってるとか、うん、ちょっと開いてるとかってなんかあるんじゃないかなと思って自分の中であもちろんだからその場合はその意識それを理解してそのマッチアップしてその日の調整していくのは全然構わないです そういうことですね。はい、これすごいね。<laughs> いろんな人の聞くと学びになりますね。はい、ありがとうございます。ますチャンネル登録お願いします。 今日はですね質問コーナーということで小林くん編ということなんですけども小林くんが質問者の方の質問を読むとですねどん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 小林くんに引きずられて全くですね質問の数をこなせないという状況になってますけども <laughs> このようにですね質問に対してはお答えしたいと思いますので是非コメント欄の方にですね質問を置いていただければと思いますということでこの動画いいと思われた方はグッドボタンそしてチャンネル登録の方で応援していただければありがたいです次の動画でお会いできたら嬉しいですありがとうございました パスクゴルフではゴルフサイエンス j イコブ3 d について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。